ヤフー、ソフトバンク、日本 IBM といったような企業様から内定をいただく。面接で会話になった時に通るんですよ。前は、だったら今、辛い思いといいますか、ちょっと苦労して、ご飯楽にしておくということで。新大やりメンバーです。こんにちは。今日はですね、9月から始まった合格者面接シリーズということで、ヤフーに合格された方に来ていただきました。ということで、今回面接官をしていただくのはおなじみのワンキャリアの多田さんです。よろしくお願いします。あ、多田くんペイと申します。ワンキャリアの多田です。で、今経営企画部というチームで事業開発を主にやってます。で、元々は動画のワンキャリアライブっていう事業を立ち上げた責任者をやっていました。というわけで、恒例のオーディエンスの高橋ちゃんです。で、度胸大学英語学科3年の高橋静香です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、今回面接を受けてくださる小野さんです。関東中堅大学の小野と申します。僕自身は8月から就活を始めて、一度9月下旬に心が折れてしまって、12月から就活を再開したんですけども、そこから一気に挽回したって形で、ヤフー、ソフトバンク、日本 IBM といったような企業様から内定をいただくことができました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね。1月から就活を始めて大手に内定されたということで、ぜひ動画の最後で具体的に何をしてよかったのかっていうところとか伺えたらと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。早速、多田さん、面接のほどよろしくお願いいたします。じゃあ面接を始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。で、じゃあ簡単に自己紹介をいただいてもいいですか？はい、わかりました。本日はお時間取っていただきありがとうございます。こちらこそ、よろしくお願いします。関東の中堅大学に通っております小野と申します。で、学生時代には e スポーツグループの運営というものと、学園祭の副リーダーという形でサークルをまとめておりました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとまず聞きたいんですけど、はい、人生で一番頑張ったことといえば何ですか？はい、そうですね、正直一番っていう形で順位つけがたいかなっていうふうには思うんですけど、はいはい、個人的にはやっぱり大学生1年から取り組んだ e スポーツグループの運営かなというふうに思っております。e スポーツって僕あんまり詳しくはないんですけど、もともとゲームの話なんですか？そうですね、はい、高校時代2年生の時から友達に勧められて始めたアプリっていうのがあるんですけど、それがやっていくうちに、自分が大学生になった時に公式の大きな大会で賞金が参るような大会というふうになりまして、その賞金を、獲得するのは目標っていうのもそうですし、はいはい、自分の中で何か大学生の中で目標を作って生活していきたいっていうふうな思いがあったので、そうですね、自分の中では、趣味でもありますあったんですけど、競技的にという形で結果を出すっていうのを目標にして取り組んでおりました。そのカードゲームっていうのはどういうゲームだったんですか？私がやってたのはカードゲームっていう形で、デジタルのカードゲームになるんですけど、1対1の個人対戦でなっておりまして、相手のライフといったのを削った方が勝つという形で、トーナメント形式のものあったりですとか、スイスドローといった形で1回負けても大丈夫な大会というのがあって、あれなんですけども、そうですね、3ヶ月に1回の大きな大会で勝つということを目標に取り組んでおりました。なるほどなるほど。大会勝って売り上げを上げていくか、賞金を獲得していくみたいなところが目標だったって感じですか？そうですね、結果を残すっていうのもそうですけども、やはり周りのプレイヤーと共同して自分がやはり一番結果を残すっていうのが大きな目標かなというふうに思っております。で、なんか e スポーツの話で、個人として結果出していく話と、さっきチームっていう話が出たと思うんですけど、はい、チームっていうのはどういうチームなんですか、これって？はい、これが、私が大学1年の時にインターネット、ツイッター上で結成したゲームであるんですけども、自分がそういう結果を出したいってなった時に、でも自分の周りには全く環境がないっていうふうになったんですよ。その中で、だったら自分で作っちゃおうっていうふうに思いまして、そこでツイッター上で、一緒にやる気のある人っていうのを募って30人ほど結果的に集まったんですけど、そのグループという形で運営をしておりました。なるほどな。だから運営っていうのはどういうふうにやっていくんですか？自分をもともとは高めるために、チームを作ったって話だと思うんですけど、そのチーム運営に時間割かれていくじゃないですか、どうすると。そうですね、はい、でだったら自分の実績上げるみたいなところにフォーカス当たりにくくなってくるんじゃないかなと思いますけど、どんなふうに運営されてますか？
そうですね、かなりやはり個人で結果を残すためには現個人で取り組んで自分のウェイとなるようなことをやる方がいいっていうふうに思っても最初はそう思ってたんですけども、うん、やっぱり一人でできることに限界を感じたっていうのはかなりありまして、うん、その中でもやはり他者と共同していって、うん、まあ、情報交換ですとか、うん、まあ、意見交換っていうのをやっていくことで自分にはない視点っていうのを獲得できたっていうのはすごい大きくて、うん、まあ、その中で、まあ、カードゲームなので新しいデッキの構築がありますとか、はい、新しい情報の収集といったようなものがやはり他者がいないとできなかったことかなというふうに思っておりまして、はいはいはい、そこは非常に自分がリーダーであるんですけども、うん、グループを生かしたともそうですし、グループの仲間が結果を出す要因にもなれたかなというふうに思っております。なるほどな。そもそもなんですけど、カードゲームの、そのカードゲームにおいての勝利に必要な要素、3要素あるとしては何の、どんな要素になると思います？そうですね、やっぱり一つは情報の鮮度といった形で、どれだけ環境において一番新しい情報を自分たちが掴めているかというのが一つ非常に大事かなというふうに思っておりまして、二つ目は運かなというふうに思います。やはりゲームで、かつカードゲームであるので、まあ、その時々の自分の運勢でありますとか引くカードによって勝利っていうのは傾いていくので、そこは非常に重要なものっていうふうには私は考えておりました。はいはいはい。で3つ目なんですけども、これはメンタルかなというふうに思っておりまして、はい、やはりカードゲーム勝ち負けがはっきり分かれるゲームだったので、そこで負けが込んでしまうとやはりメンタルが沈んでしまって、練習に対するモチベーション低下とか、まあ、やる気の低下につながると思うんですけども、まあ、そういった中でそこを強く保って継続的に練習をしていくといったようなことはカードゲームのみではないと思うんですけども、非常に大事だったなというふうに考えております。なるほど。なんか情報の鮮度みたいな話でいくと、多分これさらに分解されるんじゃないかなと思ったんですね、はい、多分新しいカードが出てきたりとか、はい、あと新しいルールが追加されたりとかで、こういう手法があるらしいみたいな話とかあると思うんですけど、なんか何が一番重要なんですか、情報の鮮度に。そうですね、やはり一番重要なのは他のプレイヤーがどのデッキを一番利用しているかということで、使用率っていうのが一番重視はしておりました。やはり対戦するのは組織内のプレイヤーではなく外の対外のプレイヤーではなくて、まあ、その人たちがどういったような、まあ、環境でデッキを使っているのかに対して対策を練っていくという形で、ある意味課題に対しての、まあ、なんていうんですかね、原因というものを消していくっていう形じゃないと思うんですけども、まあ、そこでより勝率を高めるために有利なデッキを持ち込むっていうのは非常に大事にしておりました。なるほどなるほど。だからその中で情報の鮮度、運、メンタルみたいなこの3つの要素を言ってもらったと思うんですけど、はい、その中で多分強いてあげるなら情報の鮮度がやっぱり自分には足りていなくて、人から人を頼って作っていった方がいいだろうっていう感じですか。そうですね、そこばっかりやっぱり多数いた方が情報の収集でありますとか、うん、周りっていうのは効率がいいっていうふうにも思っているので、はい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 、その点においては他人数のグループが形成しているチームっていうのはある程度結果が出やすいっていう点もありました、ね、なるほどなるほど。なんかその情報の鮮度を高めるためにグループを作ったと思うんですけど、そのグループ運営の中で難しかったポイントってどういうポイントですか。はい、かなりインターネットの活動だったので自分の手探りで非常に難しいことが多かったんですけど、大きく分けて2つかなというふうに思っております。1つ目はやはり他の周りのメンバーのモチベーションを保つことっていうのは非常に難しかったことかなというふうにも思いました。2つ目なんですけども、やはりその人が勝てない要因といったようなのはそれぞれに異なっていたので、それぞれが勝てない要因分析といったのが非常に苦労したかなというふうに考えております、あ、なるほど。もともとは自分が、強くなるためにやられていたじゃないですか、はい、それよりもどこかで目標が変わりました、それぞれが勝つためにみたいな話。そうですね、最初はやっぱり自分が結果を残したいって言ってたのが多かったんですけども、やはり組織としてもう1年くらい活動を継続していく中で、まあ、このメンバーと一緒に協力して結果を残したいなっていうふうに思っていた時期がありまして、いいですね。やはり個人戦ではあるんですけども、はい、共同して一緒に結果を残すというようなことができたので、まあ、そこで周りと一緒に結果を残したいといったような形で目標はシフトしましたね。なるほどなるほど。いや、なんかカードゲームって究極個人戦じゃないですか。そうですね。で、それをチームでやるっていう感覚が僕にはあんま分からなくて、はい、なんかどういう感覚なんですか、それって。そうですね、かなり共同的なもので、これでやったから成果が出たっていうのは目に見える形じゃなかったんですけど、この人の情報を聞いてたから環境についていけたでありますとか、この人の、まあ、ある意味なんていうか意見を採用したことによって、自分たちの位置が有利になったっていうのが非常に多かったので、その点においてチームにおける情報共有の成果といったものは各所で見られたかなというふうに考えております、
そのチームっていうのはあれなんですか、オンラインで会ってる、オフラインでも会ってるみたいな。そうですね、基本的にはオンラインでの活動が多かったんですけども、その3ヶ月に1回のオフライン大会という形で顔合わせをしておりまして、うん、それでそこではもう会話コミュニケーション化していったなんですけども、基本的にはオンラインで活動しておりました。なるほど。なんかそのオンラインで活動すると情報の鮮度みたいな、どういうふうに情報を共有するかみたいなところがやっぱり難しいなと思っていて、はい、どんなふうにコミュニケーションを取っていくかっていうところが非常に重要になるじゃないですか、はい、コミュニティ運営において、なんかそれで重要視してたポイント、工夫したポイントってなんかどういうものがあったんですか。はい、一番重要視してたのはテキスト上でのコミュニケーションではなく通話で、まあ、通話でやってたんですね。はい、そうです、ね、ボイスチャットを使ってコミュニケーションを取るというのは非常に大切にしておりました。やはり情報を共有するだけだったら文字だけでいいのかもしれないんですけども、やはり文字だけではその人の感情でありますとか、そういう声色っていうのを伺えないっていうのがあって、コミュニケーションが取りづらかったり、層が生まれてしまうこと非常に多かったんですね。その中で、ボイスチャットによるコミュニケーションを利用したことによって、メンバーの中っていうのは深まりましたし、より正確な情報共有という形でスピードも速くなったかなというふうに思っていて、なるほどなるほど、そこは非常に心がけておりました。確かに確かに。なんか通話のコミュニケーションは結構複数人とやった感じですか。そうですね、本当に毎日10人ほど活動しているメンバーがいました。本当に大会前とかはもう20人ぐらい集まっている時もありました。OK では30人ぐらいとか、それぐらいなんですか。そうですね、30人ぐらいとか。そういうことか。はい、なんかその参加できなかったっていう人に情報連携するのって難しいじゃないですか。はい、それってどうされたんですか。そうですね、かなり意欲的なメンバーが多かったんで、あまり偏りはなかったんですけど、そうやって重要な情報が共有されなかった時っていうのは、まあ、テキスト上でのリマインドっていうのもそうですし、まあ、その人がボイスチャットに来た時には、この前こういうことを話したけど知ってるというような形で情報が共有できているのかの確認というのは、まあ、1ヶ月に1回定期面談を行ってたんですけど、その中で確認は取っておりました。ああ、なるほど。もともとこういうの好きなんですか、チームで何かをするとか。そうですね、高校時代や中学時代にも部活動の部長という形で陸上の部長をやってたんです。陸上ですか。はい、そうですね。そうなんですか。かなり人をまとめて結果を残すといったような形の過程というのは非常に自分はすごい好きでありました。結構ゲームと似てますよね。ゲームも個人戦で、でチームとしてはバラバラの競技みたいな感じですもんね。そうですね、はい、あ、なるほどな。そうかそうか。なんかその陸上の話もして聞きたいんですけど、はい、陸上であの成果出すために、はい、自分がこうどういう目標を掲げてどういうことをやってたかみたいなところもちょっと伺っていいですか。はい、そうですね、高校時代特に意識していたのが、練習の意図を汲み取るってことを非常に重要視しておりまして、自分の中でどの、まあ、例えば私は短距離だったんですけど、スタミナが足りないのか、それとも瞬発力が足りないのかっていうような形で、それを分析した上で、この練習であったらどのステータスを補えるかなっていうのが非常に考えているところであったので、何も考えずに練習に取り組めるのではなく、目的を持って練習をするっていうのは最も日常の中で重要視していることでありました。なるほど、なるほど。具体的になんかこう、なんだろうな、この要素が自分には足りないと思って、はい、練習メニューにどういうものを組み込んで結果が出たみたいなのってあったりしますか。はい、私はかなり筋肉量が前の人に比べて少ないっていうのがあったので、その中で筋持久力っていうのは持たなかったんですけども、それは筋肉トレ、筋トレと補えるものであったので、例えばやっていたこととしては、腹筋のメニューが200回だとしたとしても、私の場合はそのプラスして250回っていうのを、最後の50回を早く素早く終わらせるっていうような形で、まあ、そのプラスアルファの積み重ねっていうのを前の人より多く重ねることによって、まあ、そうですね、周りに差をつけたではないんですけども、はい、一歩ステップアップできるようなっていうことのことは心がけておりました。なるほどね。承知しました、ありがとうございます。陸上ではなんか一つのコミュニケーションで失敗したこととかってあるんですか。そうですね、やはり高校生時代という形で、そうですね、まだ未熟ではあったので、はいはい、練習の中でストレスが溜まってしまうとき、やっぱり部活全体の状況が悪いときってあったんで、そういうときに自分がネガティブな、まあ、雰囲気を出してしまったっていったようなことは、部長になる前の1年生のときにあったかなというふうに思っております。なるほど。それでどうなったんですか、どう乗り越えられたんですか。その時はやっぱり同じ同級生のチームメイトと喧嘩しちゃったんですけど、はいはい、まあ、その後にしっかり、まあ、自分が間違っているってことははっきりと分かっていたこともありましたし、相手もしっかりとお互いがミスを認めることができたっていう形で仲直りできたっていうのがあったんですけども、まあ、そこで一段と絆が深まったっていうことが実感しました。はいはいはい、なるほど。ずっと多分チームでやられてきて、まあ、個人でやることの難しさみたいなのを、まあ、陸上で、チームでやってて、これがやっぱり楽しいなってなって、でゲームで個人でやってたら、これちょっとむずいなと、一人でやるのは。で、チームにまた戻ってって感じのストーリーって感じですかね。はい、ああ、なるほど、なるほど。
なんかその中で人とのコミュニケーションする中でこの人は苦手だなって思う人ってどんな人がいたりするんですか？そうですね、あまり自身の周りにはいなかったんですけども、うん、自分の価値観を人に押し付けてしまう人っていうのは私は苦手と言いますか、一緒に働くにはちょっと難しいのかなというふうには思ってまして、そうですね、そこが苦手な人にはたまるかなというふうに考えています。なるほどね。この価値観を押し付けてしまう人とかにあったらどういう反応するんですか？そうですね、私個人の考えになってしまうんですけども、そういう人はかなり自分の考えを人に伝えたいという思いが先行しすぎてしまってそうなっているのかなというふうに思っておりまして、まずはその人の意見を聞いてあげるというのはすごい大事にしておりまして、自分が意地になって意見をぶつけるというよりかもまずは受け入れてあげて、まあ、それを尊重した上で自分の意見とプラスしてこれってどうっていう形で投げかけるというのが非常に大事かなというふうに思っておりまして、そういうような、そうですね、人と出会った時にはそのような形で、まあ、包んであげると言いますか、はいはいはい、そういう形でコミュニケーションを取りたいというふうに考えております。なるほど。具体的にあります？そういう経験。そうですね、経験上あまりなかった形で幸運な出会いだったのかなというふうに思うんですけどもやっぱり議論が白熱して意見のぶつかり合いになった時っていうのはやっぱりあったので、その時一回落ち着け、自分がリーダーであるのでしっかりと落ち着けて冷静になった上で意見交換っていうのを行っていた形で、そうですね、意識はしておりました。なるほど。ご友人にはどんな人だって言われますか？そうですね、なんかそれぞれで違うんですけども、なんか周りの人の声をよく聞いてるねっていうのはすごい多く言われるかなというふうに思いますね。ああ、なるほど。じゃあ結構あれなんですね、さっきの、なんだろう、陸上の話もそうだし、あのゲームの e スポーツの話もそうですけど、やっぱり人の意見を吸い上げて、自分が、なんだろう、それを丸めて、ちゃんとチームの意見にしていくみたいなのが得意って感じですかね。そうですね、やっぱりリーダー経験の中で無意識に周りの意見を聞くっていう癖がついてしまったっていうふうにも、まあ、これが弱みにもつながってはいるんですけども、そういうような形で周りの意見というのは非常に重要視しておりました。なるほどね。逆に、リーダーとしてこっちだみたいな感じで、自分の意見を押し通すのは苦手ですか？そうですね、一本の道を示すタイプのリーダーじゃないっていうふうに自分の、ね、今までの経験でも思っていて、周りと一緒に、まあ、並行して一緒に歩いていくリーダー、その中でも、まあ、組織が困難に陥った時にはそれを切り開けるようなリーダーを目指していきたいっていうふうにも思いますし、まあ、今でもそうだったかなというふうに思います、はいはい、なるほど。自分がリーダーとしてやっていく中でどういう人がサポートしてくれれば自分がパフォーマンスが上がると思います？そうですね、やっぱり自分がそういう判断をしていく中でくよくよしている時にこっちいいんじゃないって言って後ろから背中をバンと押してくれる人一人いたらすごい頼りになると思います。なるほどね、はい、了解しました。最後になんか自分の強みって何だと思われます？そうですね、かなり自分の中では言語化しがたかったことであるんですけども、逆算思考力といったような力はあるのかなというふうに思いまして、これは個人でも組織における運営でも自分の中では活用できたかなというふうには思っております。了解です、了解です。なるほど。ちょっと質問を変えると、自分の強みというものをちょっと定義させてもらうと、自分が無意識にやっていて、ずっと続けられることとか、他の人になんかすごいね、変だねとかって言われることって、強みの種になる可能性があるなと思っていて、その環境がマッチすれば。でそういう、ちっちゃなこともいいんですよ。漫画が大好きとかでもいいし、収集癖がありますとかでも全然大丈夫なんですけど、そういうのがあったりしますか？そうですね、一つ思うのが、いつでも何かしら何かを考えているといったようなことが、そうですね、これが何、この詩、これはどうやってできているんだろうでありますとか、この人は今なんでこういう行動を取ったんだろうっていう形で、何かについて考えるといったようなことは、自分はかなり昔から癖になっているのではあるかなというふうに思っていて、そうですね、今でも逆に考えるのが好きになったという形には今、なっているのかなというふうに思っております。なるほど、そうか、はあはあ、了解しました。なるほどね。考えて何しろってことだよね。そうですね、そこで白黒をつけるっていうよりかは自分の中で、なんて言いますか、新たな知見を得るというのもそうですし、考えて分からなかったときは調べるというのがあるんですけども、答えが出なかったときはこういうパターンもあるんだなといったような形で自分の中で人の行動の一つのパターンとして認識しておくっていうのは自分の中ではありまして。なるほど。そうですね、自分の中で その知らないことを減らすっていうようなことにつながるかなというふうに思っております。結構ビビリなんですか実は？そうですね、何か物事をやる前にはもう準備をしっかり整えて挑んでいくタイプであるので、はい、ノープランで何かに挑むっていったようなことはあまりしないタイプであるので。なるほど、ね、だから逆算思考って話が出てきたんですね。そうですね、はい、なるほど。だからパターン認識して
自分のパターンに当てはまらないものに関してはちゃんと準備して自分でパターン形成して、ね、当てはまるようにしていくっていう感じの思考ですね。すね、はい、なるほど、了解しました。ありがとうございました。ありがとうございました。面接お疲れ様でした。ということで気になる結果の方を多田さんお願いします。はい、じゃあ行きます。じゃあ僕は×をつけます。僕はですよ、これ僕はですよ、はい、なんでかというとっていう話をするんですけど、はい、僕が多分二次面接官と一次面接官とか出ることが多いんですね、うん、ってなった時に一次面接官だったら僕は通すだろうと思います。二次面接官だったら多分落とします。へ、僕はね、なんでかというと、はい、もっともっと具体的な事例が僕は欲しかった。うん、例えば3つの要素みたいな話でそれぞれが具体的にのその情報の鮮度に関して、まあ、他人がどのデッキを利用しているかとか対策を練っていくとかそういう話だったんですけど、もっと具体的に聞きたかった。結局その課題に対しての打ち手みたいなところが精度として高いのかっていうのを知るためには具体論がないと正直わからないんですよね、うん、抽象すぎると人に伝わらないし、具体すぎるといやその細かいとこ聞いてへんからみたいな話になるんで、うん、それの抽象と具体の行き来をどうするかみたいなのが一番重要なのかなと思いますね。うん、うん、はい、どういう場合具体で話すべきで、うん、どういう場合抽象で話すかとか、具体でもどこまで話すかっていうのが結局分からずに面接で結構どこまで話そうって迷っちゃう子多いと思うんですよ。ああ、そうですね。面接って会話になった時に通るんですよ。そうなった時に何が重要かというと、会話をするということが重要なんですね、はい、これって具体的に伝わってますかって会話をしたとするじゃないですか、はい、ってなったら、あ、実はここがあんまり分かっていなくてって面接官も質問してくれるんですよね、うん、これが会話になったという話なんですよ。だからハテナみたいな顔してる人もいるわけじゃないですか。あ、すいません、伝わりづらかったですね。 e スポーツって難しいですもんねって枕言葉入れるだけで全然違うわけですよ。すごいなるほど、そうそう、面接は会話ってこういうことなんですね。そうだと思います。はい、他にも良かったポイントで言うとどんなのがありますか。良かったポイントは自分の価値観に一貫性があったんですよ。へー、多分勝ちに行くのに勝率 100% で挑みたい人だと思うんですよね。そう、合ってますよ、これ。やってます。合ってますよね。すごい、なんか占いみたい占いみたいだと思うんですけど、これはなぜ思ったかというと、はい、まず e スポーツの話も自分が一人じゃ勝てないっていうことに関してまず気づくっていうことがあったんですよ、うん、これだけだと勝率 100% にしたいって分かんないんですけど、うん、陸上部の話とかもそうだし 100% 勝率でやりたい、そのために逆算的に考えるっていう思考があるんだなと思ったんで、一貫性があるなと思って、すごくそれはめちゃくちゃいいなと思いました。合否に関わらず面接重ねるうちに、うん、今の質問なんで言われたんだろうとか、ありますよね。この質問だとなんでこの質問したんだろうみたいな、推測するだけでもかなり練習になりますね。はい、なりますし、やりすぎるとよくないですよ。そうなんですか。意図ない面接さんもいるんで、やっぱ。あ、結局面接って効率的にやった方がいいんですよ、うんうん、その時にそこに意図は存在しなく、うん、聞けと言われてるから聞いてるみたいなパターンもあるんで、あんまり深掘りしすぎると良くないです。だからまあ落ちた時は合わなかったんだって思うことが大事で、そう思えるように自分のことはちゃんと喋れるようにしておくってことが一番面接が大事だと思う。なぜヤフーさんに受かったのかっていうのを教えていただきたいです。そうですね、やっぱりどこの企業でもそうなのかなっていうふうに思うんですけど、綿密な業界分析とか企業分析みたいなことは重点的にやっていたっていうのがあるんですけど、うん、あ、これだとなんか営業とか PR みたいな話かもしれないですけど、ワーキャリアさんのイエスとかもですけど、まあ、そうなんですけども、なるほど、まあ、それだけで合格者のイエスの中でやっぱり通過してる秘訣っていうのがあるんで、それを分析するっていうのはそうですし、まあ、実際の中にいる企業さんの社員の方々にお話を聞くっていったようなことは自分はしっかりやって、その企業を理解した上で面接に臨んでいたっていった形で、やっぱり準備段階で自信をつけて当日の面接に臨むっていったようなことは、まあ、ヤフーさんは以外の企業もそうなんですけど大事にしていたことかなというふうに思ってます。なるほど。私ワンキャリアさんの見て結構真似しちゃおうとかっていう感じだったんですけど、はいはいはい、そこから抽象化してどうしてその ES が受かるのかっていうところまで考えられる。そうですね、やっぱり丸パクリしても自分が喋れないっていうのが非常に多いかな、結局で、ね、そうですね、なんで ES をたくさんリストアップしていって、うん、そこで、あ、この強み共通してるな、あ、じゃあ調べてみよう、この強みに関して、あ、確かにいいじゃん、じゃあ自分で使ってみようみたいな感じで、他の人の考えってある意味他の人の意見を聞いて自分に応用してるみたいな感じで、まあ、グループ活動みたいになると思うんですけども、うん、それを一人で完結させてたみたいな形で、ワンキャリアさんの通過 ES は参考にしました。なるほど、ありがとうございます。ワンキャリアさんでは実際に合格された方の ES が載ってるので、気になる方はチェック
ということで、もう一つだけ、一回就活休まれて1月からまた再開されたってことだったじゃないですか、うん、ちょっとお休みしようかなって思ったところからまた這い上がって頑張ろうと思えたのはどんな理由があったんですか？やっぱり自分自身の性格の問題ではあるんですけども、このまま逃げてたらもう就活絶対うまくいかないなっていうような確信はあったので、まあ、その中でも嫌なことであっても今ここで楽しとけば5月6月夏以降楽になってくるんじゃないかなというふうに思って、だったら今辛い思いって言いますか、ちょっと苦労して後半楽にしちゃおうということで12月からまた再開したという形になりますね。自分自身8月就活している時に休むっていうことに対して罪悪感、なんで休んでていいのかな周りやってるのにっていうような思いで結構休みづらかったような心境はあったんですけども、でも一回その8月に休む罪悪感におられて落ちた時にはもう休むことも大事なんだなっていうふうに再認識しまして、うん、そこで就活をしていく中でもしっかり休んでいって 100% の全力をやって落ちるんじゃなくて 80% をずっと継続していけるような就職活動ができればなっていうふうに思っていて、冬以降はもう休むことも就活のうちの一つっていうのはするように大事にしておりました、うん、罪悪感感じるけど一回オフにするっていうのは大事なんですね。そうですね。はい、ということで今回はヤフーに合格した方に面接を受けていただきました。9月は前半からいろんな企業の合格者面接も公開しているのでよかったら見てみてください。そしてワンキャリアの多田さんのツイッターとワンキャリアのホームページは概要欄に載っていますのでよかったらフォローと登録お願いいたします。というわけで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。